明日食べたくなる一杯、明日のラーメン。今回は三沢市の繁華街にあるおしゃれなバーで味わえる二郎系インスパイアの一杯。かなりこれボリュームありますよね。この丼からこうこんもりとね、山になっているんですよ。もやしがあって、キャベツと、あと背脂、あとネギが、麺見えませんよね。相当なボリュームですよ。あ、出てきた。あ、見てください、麺、平らな麺ですね。ちょっと変わった麺ですね。あー、美味しそう。うん、美味しい。ちょっと平らで薄いんですけど、コシがありますね。ちょっとこのもちもちした食感もあって、小麦の香りが感じられますよ。たくさん入っているもやし、これの食感もね、いいんですよ。あとはこのチャーシュー、また大きいですよね。これ見ました、相当柔らかいですよ。これだけ分厚いのにこんなにも柔らかくて、旨味もたっぷりあるんですよ。肉のジューシーさと、このスープのパンチと、一杯でいろんな楽しみ方ができるラーメンですね。そして今バーでラーメンを食べてるんですけど、大丈夫ですか？違和感ないですか？ここね、雰囲気ものすごくおしゃれなんですよ。こういう中でラーメンを食べたことがないので、ちょっと緊張してます。あとはこれがテルジローに合うカクテル、うまみサワーというもの、こちらも合わせていただきます。おお、どこから表現していいんでしょう。表面にクリーミーな塩を使った泡、あとはその後にこのジンジャーエールですね。二郎系のラーメンを食べた後にさっぱりとさせてくれる、そんな味わいになってますね。なんかラーメンを食べながらカクテルを飲むというのもね、合うもんですね。びっくりしました。三沢市の繁華街にオープンして3年になるダイニングバーテリーズ。昼はランチ営業もやっているおしゃれな雰囲気のお店です。二郎系インスパイアって言われるものの中で、さまざまあると思いますけど、いわゆるそのジロリアンみたいな人が、その二郎を好きな人たちがいっぱいいるんですけど、そういう人たちにしてみると、うちの二郎、まあ、テル二郎っていうネーミングなんですけど、僕ってヘルヒサなので、そういう人たちにしてみると邪道というか、ちょっとこう変わったアプローチをしてるんですよ、まあ、ジャンクフードの一つですよね、二郎って。だからそういうのがもう好きとか、そういうのじゃないと二郎じゃねえっていう人たちにしてみると、多分邪道だと思います。割となんか、だからそのこうナチュラルテイストというか、初心者にも優しいと思います。はい、なるほど、はい、二郎系ラーメン初心者でも食べやすい味を目指しているというテル二郎。動物系の白湯スープは濃厚ですがまろやかな味に仕上げています。スープの濃厚さに負けない存在感がある平打ちの太麺、七戸町の原田製麺所に特注したものです。器に盛り付け、たっぷりもやし、そしてたっぷりのニンニク、野菜などの食材はできる限り県産のものを使っているそうです。テル二郎の生みの親、小原さんは数々の大会で受賞歴がある凄腕のバーテンダーです。バーテンダーとこのラーメン作りでこう、はい、つながる部分っていうのはあるんでしょうか？そうですね、食材と食材を掛け合わせたり、食材との そのマッチングの妙だったり、
カクテルを創作していくものと近いというか、そういうものがあるといえばありますね。はい、あと結構あの二郎系以外にもなんかこう優しめのラーメンも、はい、まあ、中華そばですね。中華そば、はい、動物系の豚骨だったり鶏ガラだったりのスープに、カツオだったりを合わせてるっていう、誰でもこう食べて美味しくいただけるものを目指しては作っています。二郎系とは相反するシンプルあっさり系のラーメン、動物系と魚介系を絶妙な比率でブレンドしたコクのあるスープ、小原さんのバーテンダーとしてのセンスが生かされています。おしゃれな雰囲気のダイニングバーで味わうナチュラルテイストな二郎系の一杯、ラーメン専門店にも負けない中華そばもおすすめです。いろいろこうチャレンジされてると思うんですけど、はい、お店のこれからの展望みたいなものっていうのがあれば。お店の展望、バーテンダーとして何件かバーをやらせてもらってて、食べ物っていう部分の色も強くしていきたいので、やっぱ地元の食材、はい、青森県の自給率が 100% 以上だっていうぐらいですから、それを生かしてもっとこう食の文化を広めていければですかね、はい、まあ、もちろん一番は飲料なんですけど、バーテンダーですからバーの文化を広めていきながら、うん、食の方もっていう感じでいきたいなと思ってます。